がとう。11連勤3日終了。あ、3日目終了。じゃああとちょっとなんだ。連休か。連勤？あ、3日目終了。なるほど。お疲れ様です。お疲れ様です。福雨さん、大丈夫よ。加藤さん、こんばんは。りょうたさん、久しぶり。あーちゃん、ありがとう。あれ、うどん屋さん、ありがとうございます。ななみさん、おはよう。おはよう。こんばんは。加藤さん、そう、久しぶり。トールアン、こんばんは。さなちんさん、ありがとう。ネズミになるのは進化なのね。そうなのよ。今日体育祭だとお疲れなよちゃん。食べ過ぎ、痩せた？痩せた？ほんと？ちょっと太った。食べ過ぎたんだけど大丈夫かな。ふみちゃんのショールめしゃふみさん、ニーカルト、こんばんは。ありがとう。むつきさん、こんばんは。ピケダムさん、こんばんは。ディズニーの被ってる、そう、ディズニーの被ってる。エビワンタンさん、はじめまして。しんせいさん、ネズミ、ネズミリボンついちゃってるけど、ショールーム見れるようになったの最高、ありがとう。全くちょっとじゃない、ほんと。今日文化祭お疲れ。ミッキーどうした、ちょっと今日はつけたい気分だったかな。はい、キリンさん、こんばんは。たけてありがとう。トキントノさん、人のさん、ありがとうございます。僕ともこさん、いいな、ありがとう。ゆうくん、メリだよ。年金焼きは怖くや。あー、頑張ろう、頑張ろう、私も頑張ろう、一緒に頑張ろう。くつろぶしさん、くつろぶしさん、こんばんは。こんばんは。太鼓の達人勝者はどっち。超勝者というか、じゃあ、前天に、なんかあれ、協力プレイじゃないですか。何、前天に戦おうって言ったら、いいよ、みたいな感じで、そんなのがあるのかなと思ったらなくて、なんか結果、スコアは、ちょっと私の方がね、勝ったんです。なんか難しい。で、知らない曲をやるみたいなことやったら、全然ダメで、一応私が勝ったんだけど、結局ね、なんか全然もう2曲目で終わったって感じ。2曲目で難しいのを選ぶんじゃなかったなって感じでした。どこだ、ガーデンズから生視聴ありがとうございます。そっか、みんなまだ行ってるのか。エアコンのリモコンが見つからない。それ、めっちゃさ、わかるよ。私もすぐどっか行っちゃう。次は16日かな、うちの住みよく。アミさん大丈夫ですか。なんかね、ちょっと北海道大変なのですが、大丈夫ですか。アミさんは大丈夫ですか。ディズニー気分の耳かわいい、ありがとう。ディズニーヒメリンです。平津ぐさん、こんばんは。今日散髪してきた、さっぱりした。散髪いいよね。ヒメリン、はじめまして。京都のしげじいと言います。よろしくお願いします。しげじい、ありがとう。ツイッターいつもうるさくしてごめんね。いいよ。こんばんは。なまちゃさん、こんばんは。一部部活で一部活一、こんばんは。一部か一部、ちょっと全然さ、これさ、すぐさ下にいたんだけど、突き指したの。お疲れ。大丈夫かい。来週ディズニー行くよ。いいなぁ、行きたいよ。ルシエさん、ありがとう。リボンでかい、ほんと。リボンでかい。みんなわかるんだね、リボンで。ニガテリアン、ありがとう。かぶり物似合うね。Thank you。フルコンボでできなかったかな。勝ったな、予想当て。ほんと？あ、めっちゃ進んでた。ごめん、全然読めてなかった。初見です、初見です。初見の方。ちょっとこれ進むの早い。ちょっと。おーおーおー。おっとどこまで読んだか分からなくなっちゃった。あるあるだね。ごめん、めっちゃ近い。化粧今日はちょっとピンクのラメをね、いっぱいつけてみたの。そしたらキラキラになっちゃった。佐藤さん、本当に。モーカーさんは誰かと初見になるかな。ついついて、ついえついているカズくん、ありがとう。嬉しい。
はじめまして、はじめまして、好きになるか見て、今日これつけてるの。なぜかっていうと、本当はジェラトーニつけようと思ったんだけど、ちょっとジェラトーニは合わなかったから、今日の服にね、からちょっと今日はキラキラつけます。でもちょっと今日ね、めっちゃ自分で言うのもちょっとおかしいんだけど、めっちゃ、ね、いい感じにメイクできて、今日大人っぽくないっていうのをね言いたかった。どうですか、よくない今日のね、いい感じだったの。ちょっと濃いけど、たまにはね。めっちゃ濃いかな。めっちゃね、目のとこにキラキラついてんだよね。テンション上がりますね。カチューシャも目もキラキラで素晴らしい。みさっぽさんは初見じゃないけど、まあまあいいでしょう、許しますよ。ステラルー、ステラルーね、ステラルーね、どこだっけな、今そっちになるの、なんかちゃんと袋の中に入れてるからね、あっちにあるんだよね、ステラルーね。もうこれこう、あ落ちちゃった。これは普通に去年モバメを撮ってくれたって方は分かると思うんですけど、今年の春に友達と本当に普通に友達と行ってきたんですけど、まだいつだか多分モバメ撮ってくださってる方分かると思う。これねつけて、これを買ったんですよ。一番初めに買った時はめっちゃリボンみたいな真っピンクのやつ買ったんで、もうすごい幼いんですけど、これはね大人っぽいし何でも合うからいいねって、これをね買ったの。いいよねこれ。え、今日はバブミないですよね。よかったよかった。今の筆箱紹介して。今の筆箱はねそこにある。今の筆箱紹介するみんなのコメント読みながら、じゃあちょっと検討する。めっちゃ初見です。髪の毛めっちゃ痛み始めてね、もうやばいの。アイロンのかけすぎだね。だいぶでもシャンプーとか他のなんだろう、トリートメントとかね結構ちゃんとやってるつもりなんだけど、でもおろそかにしちゃうしね。なんか全然最近はだから全然ツヤツヤじゃないです。だからこれ今アイロンかけてるから見えるけど、でもアイロンかけてなかったらねやばいです。木村らは初見って感じでダメですね。今日は本当に頑張ったのメイク。今日めっちゃ時間かけたのメイク。なんか結構時間あって割と。で、今日は結構ゆったりとメイクとか髪の毛に準備をできたので、めっちゃいい感じなの。ちょっとみんなぜひやってみて。だから今度は秋メイクしたいな。あ、今日はやけどしなかった。でもこの間ここ焦げたの。焦げたの。ここ焦げたんだから。ありがとう、似合ってる、ありがとう。ちょっとごめんね、今日コメント読むのを結構まだ上の方に多分あるんだよ。だからまだ結構下の方読んでるんだけど、ごめんね、コメントしてくれてる方。2学期始まってどう？楽しいですよ。え、今日の前髪の巻き方やばいのよね。もうクッてやったらさ、グーってなったの。月曜日からテストなので出てください。テストはね、勉強しないといけなかったりとかいろいろ大変だと思うんだけど、私もこれからのテストがあるから一緒に乗り切っていこう。頑張って、あきくん。メイクしなくてもこれ本当？ちょっと今日はステーション上がったの。頑張ったから。でも朝もうすっごいね、なんか寝すぎて目が腫れてて、でも収まった腫れが、いい感じになった。よかった。よし、メイクやってみよう。ノースや。でもまあリップぐらいならいいんじゃない？なあまあなあまあなあなあまあリップぐらいなら言うんじゃないでしょう。ショールームは初見だよね。家族ついついてる。家族も初見だよね。ヒメリン100点のテスト紹介して。ヒメリン100点のテストはねないかなとかね。ないかな。腕に何巻いてるの。腕に何巻いてるの。あ、これ取るの忘れてた。めっちゃいかついよねこれ。でもなんかよくスピンドルとかの衣装ではつけてるんだけど、こんな感じのちょっとかっこいい系のブレスレットみたいな感じです。で、これはさっき朝からずっとつけてる髪ゴム。いつ髪の毛縛りたくなってもいいように手につけてる。なやちゃんわかるよ。なやちゃんわかるよ。
朝強い方はだいぶ弱い。もう本当に今日は全然起きられなくてもうダメだった。クールニャさん、ひめりいい名前だね、ありがとう、嬉しい。そんなね、名前私本名ちょっと言いにくい、あのもみやまひめりじゃん。もうそのなんか学校とかでも本当に言いにくくて、もうまん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 もみたいな、もうちょっとねダメなの。全然ね自分の名前喋れないんだよね。19時、まだです、ま待って、オッケーオッケー、できたできた。ヤンキーじゃないよ。いやだいぶヤンキーじゃないね見える逆にこの前髪キモい、なんかすごいさグローンってなっててさ、あんまりさ嫌なんだよね。あーこれつけるの忘れてた。これつけないと私テンション上がんないから今日はつけたい気分になったんだからつけさせて。え、なになに、くだがたさんこんばんは。わかるわかる。夏休み明けのテストの手応えは、いやもう本当にやばいですね。はい、これはもうダメですね。俺今回のテスト、今回の実力テスト2位よ。いやーすごいね、ノースはさすがだわ。いや、ハピタン大丈夫、いつの間にいつの間にしてたの、大丈夫。ケンニーどうした、ケンニーどうした。私も名前ボンがありすぎて滑る。え、ほんとにそれ、ひめりひん焼けた焼けた焼けた、だいぶ焼けた。大丈夫ですか大丈夫ですか。夢の国気分か、いいね、いいでしょ。一番最初もろやまって読んじゃった。いやそれはねちょっとねひどい、それはちょっとひどい。でももみやまってね習わないからね、しょうがない、多めに見ましょう。ゆうくん、Thank you 表参道とか歩いてそうなメイクとか見方。え、ほんと？ちょっと表参道歩こうかな今から栃木から、もう夜中になっちゃう。なんかさ、そのさ髪の毛がさ、最近でも最近ストレートにハマってて、巻くのより。だからなんかイベントとかでは結構巻くとること多いから全然説得力ないんだけど、最近ね、そのここ最近ずっとストレートなの。なんかショールームとかもそうだし、移動中とかもそうだし、テスト最低点37点だったんだそうなの、そうなの、なんでコメントしたらいいか分かんないよなんか肩痛いんだけど大丈夫？なんかみんな大丈夫？本当に今日ダメ？みんな全然元気ないじゃん。大丈夫か？体調が良くなるまでなるおまじないください。早く良くなれ、チチンブイブイないんじゃないですか？なんだっけ、風邪ひいた時に、あ違う、それは痛いの、痛いのは飛んだけだった。熱なの？大丈夫？得意科目は特にナッシングですね。まあどれも無理って感じでですね。今日スクショタイムしていいよ。今日はちょっとメイクちゃんとしてるからいいよ。最近大人っぽくなった。本当に？ありがとう。嬉しい。水曜日骨折して今安静にして。気をつけてね。昔見たなんかの物語でひまわりの妖精のお姫様はひめりだった。すごい、なんか嬉しいな。薬指がずっと釣ってるんだけど、ミッシェルさんだ。え、でも私も今日ね釣った。パスも変な持ち方してすごい釣っちゃった小指。私小指が短すぎて本当に釣ること多いんだよね。今日もバイト頑張れる、ファイト。筆箱紹介して、筆箱ここにあるんだけどさ、取りに行ってもいいですかね。でも本当に何にも入ってないし、すっごい汚いよ
もうなんか特に筆箱にね凝ったりしてないからさ。あ、でもすっごいプリクラ貼ってあるんだった。あ、そう、姫の得意科目は総合なので、総合とか学活とかだからさ一般の人とはちょっと違うかもしれない。姫路に会いたい、ありがとう。さつまいも食べたいんですけど、食べてくださいよ、食べてください。サムサムには一人、僕の天敵です。え、そうなの、ヤドンさんどうしたの。爆笑して頭痛悪化。ごめん、ケンティー、ごめん、逆にごめん。ごめん、トール、めっちゃ気づくの遅くなってしまった。ありがとう。一般の人とは違うかもね。得意教科、理科かな。さすが。さすが、まあ、ノースはね、さすがですね。顔認識されてないでしょ。ごめん。ごめん。ラスクさん、お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃい。前とはその時の面白い話とか聞きたみ。まゆちゃん、なんかそのリオがマユティンの変顔を、まあてか写真を撮る時にマユティンが変顔をしてて、それをリオが写真撮ってたんだけど、それがエアドルで私にまで送られてくるっていう、すごいカメラロールにたくさんのマユティンの変顔が送られてきたっていうのな。あとはマユティンはめっちゃ面白い。でもなんだろうね、太鼓の達人でめっちゃ対決したがってきて、なんか協力プレイじゃんあれって、けどなんかめっちゃ対決しようって言ってきて、あ、いいよって思って、私は知らなかったのそういうの、だからどうやって対決するんだろうって思ったら、なんか協力プレイってね来たのね、そこに。マユティンが協力プレイかやーってね意見を言い出したの。なんかそう、ちょっとよく話通じないかもしれないけど、ちょっとそのね、協力プレイかよっていうのがね、その場にいた私と理由はめっちゃ爆笑だったの思いっきりね、その対決できるのかなみたいな思ってたのにね、全然できなかったっていう。東京ナム2017さんだった。初見じゃない、絶対初見じゃない。顔に、あ、違う、どこだーん。ヒメリ、よさことのことわかる。ミサッパさんわかるよ。ヒメリ、ヒメリ、怖く。来てよー、ありがとう、なやちゃん。なんだかんだでテンション高いじゃん。確かに、今思えば。エアドロップ大好きです。それ、エアドロップ大好きです。そう、使いこなして、私使いこなせなかったから、つい最近まで。協力プレイしないといけなかったんだから、本当に。スナチンさん、私の名前わかりますか？わかりますよ。そう、初見詐欺が広がってますけど。TK さん、こんばんは。タオブテラーで泣きました。乗ったことない、まだ一回も。発音いい。あ、そういうこと？嬉しい。頑張ってはないけど、太鼓の達人っぽくドンを語尾に、なんでなんとかだドンみたいな、なんとかだいったドン筋肉痛、ひまり助けてマッサージしましょう。なんか早くお風呂に入って湯船に浸かって寝ることがいいと思う。それか我慢する。私もめっちゃなるの筋肉痛、もう我慢するしかないよね。名前と顔認識してないね。ごめん。でも一回このね、名前は見たことあるんだけど、ごめん、お顔はちょっと分かんないかも。ごめんね、本当にごめんね。ジャパネットさんだ、こんばんは。これからもショールーム見に来るよ、ありがとう。テンダーさん、テンダーさんも絶対初見じゃないもう初見詐欺が素晴らしいね。みんなもう一回遊べるだん車検の皆さん、ありがどん。あ、違う、あれ、そういうんじゃない、どういう感じ、ありがどんどういうこと、分かんないよ、分
んないよ。サムサムはね、今のところイベントは16日と、あとは紅白なので、ね、どうなんだろう。ひめりどん、リガドン、そういうことじゃない。なるほど。16はあのワースタさん の, あのツアーに、ゲストとして出演させていただくんですけど、でもその後にね、その私はこうもう一つイベント、そのスピンドルとしてもう一つイベントに出させていただくんだけど、東京ロケッツさんとね一緒なの。いや、出箱紹介ですね。出箱紹介ね。ヤドン、ヤドンさん。感謝？ほんと？じゃあ来週の3連休は忙しいどんね。忙しいどんね。みんなそれハマっちゃった？もしかして。ハマりました？どんハンバーグ。みんなハマってるじゃん。16、17会えるね。イエー。その後ね、あらら、そばうどんね。みんなすごいコメントどん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 、ありがとう。ワースタさんのイベントの会場は、東京品川インターシティホールっていうところですね。はい、2部、第2部にゲストとして出演させていただくんですけど、今あのラストアイドルの公式のところとか、私が結構前にリツイートしたのがあるので、もしよかったらそうチェックしてくれたら嬉しいです。お願いします。みんなどんどん好きだね。どんなライブですか、どんなライブですか、それはまだ分かりません。流行語大賞、そう、本当だよ。どうする、平成の敵ドンだったら、それはそれで困るんだけど。そしたら太鼓の達人めっちゃ売れるね。ドンね、ドン、楽しみます。顔認知してください。トラデンはね、認知してるよ、ちゃんと。夕飯何食べますか、よくわかりません。いつもママがね作ってくれてるので、私はね決めないからさ、わかんないな、まだ。そう、これお揃いのみどりちゃんとお揃いの服です。親子丼、カツ丼、天丼、牛丼、海鮮丼、どんどんどん。はーい、筆箱紹介しようよ。筆箱紹介ね、ちょっと待ってね。どうしよう、どうしたらいいかわかんない、私も。メインのモブメ撮ってこよう。ありがとう、ゆめさん、撮って撮って。じゃあ平成の次は、平成の次は節、そうなの？いた、耳があるの忘れてた。痛い、角にめっちゃサーブ使っちゃうの、あの子の耳がちょっとでかくていつもないからちょっと戸惑ってる。だいぶ、ひめりは、私はね海鮮丼が一番好きかな。紹介好き？私は紹介好き。モーニングルーティーンとか好き。紹介系いいよね、楽しいよね。でも今カバンね使ってるのね、ないの全部出しちゃったから。耳幅分かんなくなってるから、耳4つどうしよう。イヤホン今日からこっちつけないと。俺の名前ひめりって言います。あ、そうなんですか、あら珍しい。水度が上がってきました。つい見たくなっちゃう。ハリネズミは元気？元気だどん。いただだ、今いやポキって言ったんだけど、ひじ。海鮮丼おいしいよね。平成の時もみ山の時代が来るかなとか言って、平成年号じゃないもん、もみ山になる。えシリが発動した。え、なんでなんで時代になる？え、びっくりした。ミルク猫さん、こんばんは。
公式のツイートが来たドン。もうドンやめない、ドンドン分かんなくなっちゃう本当に。じゃドン終了、みんなドン終了、ドン終わり、ドン終了です。でも本当に今聞こえたでしょ、痛かった普通に。でヘイシリ、ヘイシリも聞こえちゃったしね、この肘の音も聞こえちゃったし、もうどうしよう、困る困る。どんまい、どんまい、平成に話したのかな、平成。いやしないね、さっきちょっと発音がそうだったのかな。ドン終了、ドン終了、ドン終了。みんなもうちゃんと普通に喋りましょう、ちょっと分かんなくなっちゃうからさ。OK Google はねやらないのよ。ヘイシュリ、シュリじゃない、ヘイシュリの方なの。反応しちゃった。アレクサ使ってないよ、お家にないもん。みんな方言でドンって言うだけでしょ。え、そんな方言あるのびっくりよ、私今日初だよそれ聞いたの。ヘイヒメリはねダメだったな。アレクサマジマジが使ってるの？さすがマジマジだ。さすがっすね、それは。え、Google ホームとかはいらないの？ Google ホームはね、使ってないかな。まあ私はもう、Siri がいれば、とか言って、とか言ってみる。ドン投稿待ってる。マジで？嘘、期待、ちょっとみんなが、期待がどうしよう。期待に応えられないと、とか思っちゃうよ。ヒメリーが大好きだの。まだやってたのみんな。こんばんは、ののさん、ののさん覚えてるよちゃんと。秋田の方言が、あ、そうなんだ、信じちゃうよ。え、でもさ、手やんでなくない、方言なんかあんまりないところに住んでたって言ってたけど。僕ヤドン、ヤドン、ヤドン、ポケモンのディズニー映画は何が好き。え、こないだインクレディブル見たんだけど、やっぱりディズニーの作品最高だなって思った。かゆいたまにかゆくなる時ある、この鼻のところ。もう最高だった、めっちゃ面白かった。うん、家族愛とかね。ちょっと失礼しますね、ちょっと。信じちゃダメだな、本当だよ。嘘嘘嘘嘘でしょ。え、プーさんさ、ちょっとさ、怖いよね。見たいんだけど、どうなのかなーっていうドキドキがあって、ちょっと見れない、まだね。いや、だいぶカフェオレですね、これは。カメラ止めるな、面白かったよ。あ、カメラを止めるの？そうなの？紹介してほしい。あゆゆさん、大丈夫？ドリンクタイム久しぶり。今日何飲んでるの？今日はカフェラテです。今日その東京から今日お家に帰ってきたんだけど、今日お家に来たんだけど、なんか途中で自動販売機があって、自販で飲み物を買って、でもまあ飲むこともなくお家に着いて、でどうしようかってなった時に、あ、じゃあ飲みたいから飲もうかなと思って、缶じゃね、ちょっとあんまりおしゃれじゃないからこれに入れたの。いた、痛くはない、嘘です。夕飯何食べる。夕飯はね、わかんない、まだ決まってないのかな。キューティクルポイント、キューティクルポイントって何キューティクルポイント、特にない。栃木自販機めっちゃあるんで、だいぶ。あみさん、大丈夫？大丈夫？セブンの冷凍ぶどうめっちゃうまくない？わかる？え、わかんない。よ、間に合ったぜ。タッツン、タッツンのアイコン変わってる。リリーブやってほしいのね。頑張ります。できるように。毎朝カフェオレ飲みまする。あ、そうなの？最近ウーロン茶にハマってる。今日日焼けした。なんでなんで？栃木の自動販売機すげえ、ハンバーガーある。え、そうなの？
知らないかった、あるの？すごい、栃木じゃなくても自動販売機ぐらいある。確かにそれはね、そうね。ヒーのお母さんに聞いたけど夕飯はカレーらしいよ。いや、どっから聞いたんかい、本当に。どこから聞いてるの？多分お母さん今日一日も家から出てないよ、本当に。もうさあ、スクショタイムまでここ入れない。バイバイ、またね、またね。これで本当にさ、夕飯カレーだったらさ、あ、でもダメだ。お昼ご飯ね、弟とお父さんがカレー食べてたから多分違うね。ウーロン茶、歌うまい方とか、あ、言うよね、よく飲まない方がいいって。でも私ウーロン茶が好きすぎて、ほうじ茶とか、なんか緑茶とか、最近そういうの麦茶とかよりも好きなの。だからまあ食事中とかウーロン茶飲んじゃう私ほんとに食事中に水分取るのね。だからほんとにね、ウーロン茶大事。この間なんかホテルとか泊まってる時も、そのお仕事とかで1週間とか滞在してた時があったの、夏休みの間に。そういう時は毎日ペットボトル買うんじゃなくて、めっちゃでかいウーロン茶のペットボトル買ってそれを入れといて、1日の、あ、2日くらいかけてこう飲んでみたいなのやる、よく。だからね、結構ちっちゃいのよりいいのかなって思うよね。大きい方がさ、いっぱい飲むしさ。で、本当に1日にたくさん飲む。でもさ、冷たい時の方がいいよね。入力ポーズ？何それ？石橋の方だったかな？なんか、うん、節約か？なんか、あの、買いに行くのがめんどくさくて、なくなる。すぐなくなるの。お腹減ったらウーロン茶みたいな。なんかさ、ご飯とか買うの、めっちゃ悩むの。だから結論的に、あ、また買いに来ようって思うんだけど、後でね、めんどくさくなっちゃって、結局、ウーロン茶でしのぐと。そうなんだ。喉に良くないんだ。わかった。気をつけまーす。いいこと聞いた。でも飲みたくなっちゃう。ゴン茶は好きなの？ゴン茶好きだよ。水分補給大事よね。だいぶ大事よ。ウーロン茶数字で書ける？え？あ、漢字？漢字、鳥に、なんか音に、みたいな。で、こう、あ、え、待って、書ける説出てきた。え、すごいすごい。今、こんなことないよ。こんなことないよ。って言って書き始める。え、書けない気がする。あ、ちょっと書けない気がしてきた。もう忘れちゃった。麦茶派？ウーロン茶は鳥に、なんかこんな感じ、ちょっと待ってね。わかんない。こんな感じじゃない？こんな感じじゃない？こういうさ、なんか、わかんない。ちょっと違うわ。ちょっと違かったわ。ちょっとこのウーロンのロンがね、謎だった。なんか立つみたい。わかんない。ちょっとわかんなかった。なんかこんな感じ、ちょっとわかんなかったからやめよう。待って、合ってるくない？合ってるくない？合ってなかった？どんな感じだったっけ？合ってるくない？漢字読めないんだけど。もういいや、オッケーオッケー。大丈夫。まあ読めれば大丈夫。合ってるくないよ。近かった。ごめんね。もうやめる。諦めました。まあ読めればね、大丈夫。うん、ウーロン茶買えるからウーロン茶買えるから大丈夫。ライブはね、欲しかった。ちょっと壁ドン、ただのドン。90点くらいだよ。あ、じゃあいいじゃん、正解ってことで。あ、そういうことか。
なるほどね。じゃあ90点ってことで、まあ大体書ければね、まあ一発でもパッと見なら読めるっていうことで OK。ライブ？ライブはね、ちょっとどうしようかな。ちょっと今日はちょっとあんまり声がね、よく出ないので、あ、バツなのね、のそういうことね。オッケーオッケー。あー、ドン使っちゃダメです。ドン使っちゃダメでした。すいません。あのただのドンなんで、あのひらがなの方のドンなんで、はい、大丈夫です。ディズニーランドで好きなアトラクションスペースマウンテンです。なんかめっちゃウーロン茶飲んだからかな、飲んでないけど、カメラの写真ラブミラソン、あれここハゲたみたいなここね、髪の毛ねこっちに入れてたからね、全然なかったのこっちの髪の毛が。もなものキャラクターならどれが好きなの？キャラクターは私ジェラトーニーかな。ディズニーのディズニーランドだったらモンスターズインクかな。うん。ジャングルクルーズも好きだよ。あのね、カリブの海賊のあのピューンって降りるところが好き。もう寝ます、おやすみ。マサオちゃんおやすみ。ダスタイズルのエトリカルパレードを見てみたいね。確かにスヌーピーとか言って、スヌーピー全然ちゃう。ジェラトーニーはね、良い。今日体育祭でした。大雨の中やりました。それは大変。乗り物乗れない子は、でへ。ディズニーシーは行ったことある。この間の、その、ハルルンと行った時もシーに行ったから、結構行ってる。その、ランドとシーだとランドの方が行ってるかもしれないけど、言うてそんなに行ってないので。ちっちゃい頃はね、行ってたけど、ここ、今年は行ったけど、1年生とか2年生の時とは全然行ってなかったから。そうだよ、急にさ、なんかぼーっとじゃないけどさ、なんか目ちゃんとこうやって入れたいのにさ、なんかすっごい視点が合わなくなっちゃう時あるんだけど、どうしたらいいのこれは。キャラ名前じゃ分からないからイラスト描いてみて。あ、ちょっとそれはちょっと私イラストご飯食べてくるね、落ちるね、またね、ありがとう、お久しぶりゴローとかやさん、やっほー、頭のやつランドで、こっちはランドで買いました。これはね、どっちでも多分売ってるんだよね。今モンスターズインクは好きな友達と配信見て盛り上がった。あ、そうなの？そう、沈黙してると止まっちゃうと思うんだけどさ、なんかそのよくね、そのスピンドルとかでもファミ中に普通に喋ってて、なんか普通に喋ってるんだけど、なんか急にね視点が合わなくなって、なんかみたいになる時があるの。なんかなんだろうね、そのももちゃんとかと喋っててもさあるのよね、そういう時が。何なのだろう、あれ間違えた。最高の達人どっちが勝ったの？私です、私です。お寿司食べてきた。それは言わないで、食べたくなるから。
勝手にねマイクを持ってみたって、今なんか持ちたくなりました。ももに反応し始めたぞ。夢心地な配信終わったら女顔になるのかな、どう。あ、それはない。私結構ね、そのちょっと変な人だと思われるかもしれないけど、配信は終わった後もなんかみんなのコメント読んだりとか、あとはなんかやったりすぐ曲かけてわーみたいな感じでやるからね、あの逆にぼーっとすることないかな。あ、でもあるか、あるね。なんかぼーっとしてるんじゃないんだ、なんかその普通にコメントでってこれよくわかんないなっていう時はここでこう理解しようと頑張って頭を回転させてるんだけど、本当にたまにぼーっとするときがある。なんか目のしてる友達にもちょっとやばいよって言われるんだけど。え、どうしよう。なんか目、なんか、わかんなくて。配信終わりは確実に切ること、事故るですね。そう、ちょっと切って切って、じゃあそれは切るよ、さすがに。何やってるかね、分かんないから。本当にめっちゃさ変な顔とかしてさ、こんなことしてたらさ、後でさ問題になるよね。マイク持つとき私小指立てるほどの小指ないんで立てません。私結構ねマイク独特なんだけど、こうやって持つ、いつもこんな感じです。これで持ってる。結構これならねこうこうなんないから、私は結構この持ち方良い。小指ない。え、そう、さっきみんなさ、そのどうしようって言った時に反応してくれなかったから、ちょっとかっこいい持ち方。そうね、いいね。でも小指のね、しまう方法がないと、これはちょっと短くて足りないじゃん。どうしようかなって思った時に勝手にここにね移動し始めて、ここに入ってくるの。マイクは左手です。メリー、夜食から曇ってきたよ、イエーイ。いや、これ結構そのまあやっぱり私は自己紹介の時はもうすぐこういう下を持つ癖があるの、こうやって。けど曲中は結構こういう時が多いかな。わかんない、みんなどう、そんな感じ、こんな感じで持ってる。それらスマホ持つのは大変かな、どうだろう。あ、こうこうこう、ここでこう小指をしまってる。自撮りは ここに小指を収納してる。だから大丈夫、頑張ってる。まあ一応ブレてないから多分大丈夫だと思う。マイクね、私ちっちゃい頃からマイク好きで、なんかマイクのなんかこういうこうおもちゃのマイクとかも結構持ってた。え、そう、指曲がるよね、それめっちゃ思う。だからこっちの方が曲がってるのかな。でもこれはどうにもならないのよね、きっと。これ絶対まっすぐにならないの見て、これなんかさ TikTok とかでさ、なんかこういう振りとかさ、なんかあのこなんかこう やるときとかあるじゃん。でもなんか言われそうだけど、それ説明できないなと思って、ちょっとショールームで説明するって。トラジションで、ね、わかんないの、まだ。あ、してたしてた。なんか山本ありちゃんシワないんだけど、私シワありすぎてびっくり。いやー、ありちゃんの首めっちゃ綺麗なの。なんかここのね部分を持ったら音が入らなくなるからダメだよって言われて、なんかここだとねちょっとこう持つ、でもこう持つとさ小指だけピッてなるんだよね。いや、何この悩み悩み相談みたいな。アロハアロハ、どっちだっけ、こっち、こっか、ダサいね。サム
さん、キムさん、キムさんありがとう。そもそもキムさんありがとうとってくれて。一応ね、アイドルなので見てますよ。こんばんは、奈々さん、こんばんは。このマイクをどうして持ったのか私もよくわからない。ちょっとあゆちゃん、今から夜ご飯食べる。スタンドマイクで格好つけた系なんすわ。そうなの？私片手で持っても結構こうやって持つことが多いかも。こうやって、うん、両手はね。みんなさ、私さ、どうやって持ってるこれ。でもやっぱこうだよね、多分曲がるらしいよ。っていうか、なんか曲がるっていうかさ、こうなるの、私の指ほらこうなるの、わかる？なんか曲がるんじゃないんだよね。なんかピッて中にね、はい、内側に、うん、個性出るよね、結構。あ、持たないで、みんな。私もあんまり。どう？リオ見てる？マジで？ハロー。ちょっとさっきあゆちゃんに申し訳ないことしちゃった。ごめん。じゃあお詫びに1曲だけ歌う。じゃあみんないいよって言ってくれたから。そうそう、OK。どうしようどうしよう。マイマイクですね。あ、これはなんか変わらないけど。どうする？どうするどうする？いや、リオ見てないでしょ、多分。いるの？どうする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 ？ね、さっきあゆちゃんに歌ってって言われた時ね、ごめんって言っちゃったんだけど。どうしよう。どうしようどうしよう。リオに捧げる歌って何？リオリオみたいな、何何言うこと？どうしよう。じゃあ、いつの日かどこかでやりますか？コイトラ、コイトラにする？盛り上がりたいですか？イエーイ、盛り上がりたいですか？とか言ってみるみたいな。コイトラにする？即興で、ね、リオン大好きひめりですちょっと何何わかんないよ。どうします？え、本当にどうする？ヤッホー。あ、みんな盛り上がりたい感じですか？あ、じゃあみんな盛り上がっていきましょうということで、じゃあこういったら歌う。なんちゅう曲あ、どんなに好きな、こいつら。じゃあディスティニーしちゃう。じゃあサビいきます。じゃあ、君のことが大、待って、間違えた最初。君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、あの日見捨てたことは忘れるわ、私また信じてるって。すでには君がいい、今はきっとこの恋と乱じ。最初音程間違えた。いつも後ろにメロディーがあるのでちょっと間違えました。すいませんすいません分かんな感じ。 Thank you です。一瞬で間違えちゃった。みんなバレてなかったら言うわ。いやいやば、なんか君ののとかね、音程を間違えちゃった。間違ってないからね、本当にいつもはね間違ってないからね。じゃあいつの日かどこかでもやりましょう。コメントにあったもんね、まあやっぱ新曲なのでね、私たちの。あの、私裏声出ないのでそこはちょっと勘弁してください100万回負けたってこの夢を諦めることはない、これからなんだ。ウォーウォーウォー、身も心も
傷ついて倒れても逃げ出したりしない永遠のもっと手前で願い叶う日まで僕は信じてる。ありがとうございます。高音がね結構高いのですが、ちょっとだけ歌いました。さっき歌わないとか言ってごめんね。ちょっと歌えることになったら急に。ちょっとごめんね。うん、思い出してほしいからツイッター。おや、だってミルクポーズ何だったっけ。わかんないよ、記憶力ないなさすぎる、どうしよう。みんな俺のことない、ほらいろいろ信じてる。裏声ないんですね私は。本当にこれは本当にないんです。なんかこうやっぱ練習したら裏声って出るようになるよってね言うじゃないですか。でも私は本当にないのでないのです。はい、本当にないのです。探したけどなかった。大将大将ね、もうとっても素敵な曲です。ワオワオワオ、あの最初に音源がカリウタさんが来た時のウォーウォーウォーがウォン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 って感じで、あのめっちゃねそのウォーウォーが好きで真似しようとしたけどできなかった。ちょっとあまりできなかった、音に合わせられなかったの。タツオブシさん、ドラマありがとうございます。ありがとう。友達がユミのこと可愛いって言ったよ。嬉しいな、ありがとう。ハロー。もうほんとミュージックビデオ楽しみだよね。口に、あーこれこれこれはアウカちゃんっぽいじゃない。ミルコよし、バイト間に合った、バイバイバイバーイ。うーん、探したけどなかったな。ちょっと好きなのにのびのびとした歌声大好き、ありがとう。でもなんだろう、かっこいい系とかダンスをやる曲、ヒップホップみたいなのもやりたいなって感じですね。ミュージックビデオはねまだだよ、わかんないの。シングルのタイプまだ出てないよね。ね、早くウルで聞きたいよね。わかる。ミルクネコさん、お疲れ様お疲れ様。ご飯行ってまいる、行ってらっしゃい。あ、じゃあさ、ちょっとスクショタイムしよう。スクショタイムします。57分になったら読みたいので、はい、ではあの皆さん急にすいません、スクショタイムします。すいませんみんな、あの急で申し訳ないです。ぜひあのスクショの準備をお願いします。いいですか？行きまーす。行きまーす。アイチーズ。アイチーズ。あと何がいいかな？何？どうしよう。じゃあこれにこれしよう。アイチーズ。ちょっと勝手にね、自分でチーズとか言ってね。何がいいか、最後は笑顔で、はい、チーズ。全力まるまる始まるよ。ネズミポーズ、ネズミポーズ、こんな感じですかね。写真とどう、写真とどう。いやヘムリンゴ別に USC 踊ってないんだけど、一人顎のせ、てん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 、いいですか、真顔。はい、寄り目になってなかった、大丈夫。写真とどう、写真とどう、写真とどう。とどにしか聞こえない。今更こんばんは、こんばんは。
私ピースが好き。ピースが好き。あ、これやろう。はい、チーズ。よし、オッケーオッケー。ドンポーズ、ドンポーズいくよ。じゃあいくよ。ただのドン。はい、ちょっと早かった。オッケー、たくさん撮れてありがとう。ちょっとみんな白目とか半目をやめてよ。NG だからね、本当にとか言って。じゃあこのままランキング見まーす。いいですか、読みますよ。10歳ジャンマーさん、ありがとうございます。ありがとう。12位マサヤさん、ありがとうございます。11位ムチさん、ありがとうございます。10位かつお節さん、ありがとうございます。9位トロロンさん、ありがとうございます。8位ガタガタさん、ありがとうございます。7位のんちさん、ありがとうございます。6位トッピー、ありがとう。トッピーいたの？コメントくれー。5位すぐる、ありがとう。4位白岡のノブさん、ありがとうございます。3位ルーチさん、ありがとうございます。ルーチさん、ありがとう。2位ポークたまごさん、ありがとうございます。そして1位タヌピーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ちょうど59分だ。今日はね、急な告知であり、そして、まあ、土曜日ということでお仕事の方もいらっしゃったと思うんですが、見てくれてありがとうございました。ちょっとあの本当にね、本当にあの半目とか変な顔とか、あの目つぶってるのとかはやめてください。本当にちょっとあの大事に家宝として取っておいてください。携帯のお気に入りに取っておいてください。そこで埋もれてるんじゃないって思った写真をぜひあの保存させていただきますが、ちょっと半目とかはちょっとすいません、本当にちょっと恥ずかしいので。もうコメントを読み切れてなかったらごめんね。全然ちょっと今日ちゃんと全部は読めてなかったんだけど、楽しかったです。ショールームみんなありがとう。あとこのミミさん触れてくれてありがとうございました。ということで今日はちょっといつもより変わったメイクをしたもみやまひめりでした。皆さんまたぜひお時間あるときに遊びに来てください。またやるので。でこの後はリーヨンが、もう配信してる？リーヨンが配信始まるか始まっていると思うので、ぜひ遊びに行ってください。じゃあ皆さんありがとうございました。本当に楽しかったですよ。みやまさん楽しかったですよ。じゃあこれからは皆さん、これからも皆さんぜひ遊びに来てくださいね。バイバーイ、ありがとう、またね。